ライジングパターン。そうすると早めに止まるから次の動きがしやすくなります。はい、では高橋さん、次の練習をお願いします。はい、平行陣で前に出ていったときに、はい、まあ、相手にロブを上げられると思うんで、そこのロブカバーの練習ですね。なので、まあ、前に行く動き、アプローチで前に行く動きと、はい、止まって、パートナーがロブ抜かれたときにカバー行ってあげる動き。なおかつ、そのロブを、ロブカバーでちゃんと返球するっていう、そこの一連の流れをちょっと練習したいと思います。結構平行陣だとこうもう縦に守るのか、まあ、カバー行くのかとかいろいろ戦い方はありますけどね。そうですね、うん、まあ試合においてもロブカバーじゃあ一切しないよか、はい、ロブカバー全部してよっていう極端な形ではないん で、ね、ここはちょっとパートナーにポーチ頑張ってもらいたい、プレッシャー頑張ってもらいたいっていう時なんかはやっぱり後からアプローチ出た人はカバーしなきゃいけないし、まあ、そのロブカバーばっかりさせられてんだったらちょっと一回縦割りしようよって形なんで、まあそんなにずっと試合中使うわけじゃないですけども、ここはちょっとプレッシャーかけたいっていう時にロブカバーできる存在でいてあげると、パートナーはじゃあ思い切ってプレッシャーかけるね、はい、っていう形ではあるんで、ちょっとこれを練習して、そう思い切って動きをまあしてもらう、自分がこうフォロー役、ロブカバーしてあげるとパートナーにいやーありがとう助かったよっていうね、その一言もらえますんでね。まあ相手からしても嫌ですけど、そうですね。逃げてもいるっていう、はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃクロスにボール出ししますんで、クロスに返球してください。こちらの人はそれをアプローチして前に行きます。そちらの方はアプローチで出てきたのをストレートロブに打つ練習ね。こっちの人はアプローチで出ていくけどもそれをロブ処理する練習。なのでアプローチはするけども早めに止まってロブ警戒ができるところで一回止まるようにしてください。いいですか。こっちの人はアプローチで出てきた人をロブによって、後ろにね、下がらせる、取りに行かせることをちょっと意識していきましょう。失敗してももう逆サイドにどんどん行きますんで、はい、行きます。はい、クロスに打って、はい、アプローチ、はい、でそこからストレートロブで来るから、はい、それをカバーして返球ですね。はい、行きますよ。はい、今度こっち、はい、クロス打ってアプローチ来たのを、はい、これをストレートロブね。はい、そうで、こっちの人はアプローチした後にロブ処理に行きますんで、打ちにくければロブで返球というのが第一候補になりますね。余裕があればしっかりしたショット、そこの見極めもしっかり行きましょう。はい、行きます。はい、アプローチして前来て、はい、それをストレートロブ、はい、そこからの返球ですね。で、返球するときは今みたいにしっかり打つのもありなんですけども、プラスちょっとこう相手のシミュレーション、平行陣になってくることが多いんで、そこら辺もちょっとイメージしておいてくださいね。はい、いきます。はい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 、そこからの、はい、ケイ、そう、苦しい時はロブね。はいはい、いきます。はいはい、そう、はい、おう、はい、行きます。はい、打って、はい、そう、はい、ゲイ、そう、さあちょっと注意点ね。基本的に、アプローチした人は相手が打つときにはまあ一回止まりますね。で、止まってそこからロブ処理とから実際にはアングルもいけるんで、この両立できるところで一回止まる。で、止まった後に、ロブ来た時にそれの返球する時にまずロブが第一候補になってきますんで、しっかりとテイクバックはコンパクトに持ってってブロックできる形、ね、だからさっき言いましたように相手をチェックする意識もしっかり持っておきましょう。ですか。なのでちょっとやっていきますね。動きとしては、はい、前に打った時に早めに止まって、でそこでロブの準備して、できるだけこういう高いのが打てるぐらいコンパクトなタッチに持っていけるようにし
していくことと、実際にはディフェンスなんで、ね、パートナーに対しても慌てないでしっかり対応できる形ですね。だから止まり方っていうのがすごい重要になってきます。メリハリつけてしっかり止まる、ね、追いかけた時も大振りしないでコンパクトにね、ちょっとそういったところも意識していきましょう。はい、行きます。はい、一回止まって、はい、でそっから、はい、ここからのロブ処理、はい、大きくね、はい、行きます。はい、そう、止まる、はい、ここから、はい、あまり出すぎるとロブ処理できないんでね、はい、でしっかりここも追いついたらできるだけ止まるね。はい、ラスト1回ずついきましょう。はい、はい、そう、はい、そう、止まってロブ処理ね、できるだけバタバタをさせないね、出ていって止まる、はい、止まって追いかけて、これも止まるね。はい、じゃあ答えです。はい、行きます。はい、はい、クロス、はい、はい、そう、ストレートロブね。そちらの方の1球目は簡単なボールで結構ですからね、あんまりしっかりしたショットじゃなくていいです。はい、クロス、はい、そう、はい、そっからストレートロブ、はい、はい、さあ真ん中で打ってる私のしっかり打ち分けね、私に当たらないように、はい、はい、もう一回いきましょう。はい、はい、いきます。はい、はい、それに対してさあロブ上げる方は下がりながら打つとちょっと詰まった当たりになるんで、下がらなきゃいけないようなボール来たらそのままその威力利用して合わせて返すね。できるだけ、2タッチ目はロブはアレーまで持っていきたいですね。はい、いきます。はい、はい、そっからストレートロブ、はい、でしっかり止まる、そう、はい、はい、いきます。はい、前来て、はい、止まる、止まって方向転換、ロブ処理も追いついた時に止まる、はい、でしっかり止まったことをパートナーにもアピールして手堅く後ろで守ってるっていうのを印象をしっかり向け作ってくださいね。はい、追いついたら止まる、はい、はい、止まってコースを選べる感覚ね。はい、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 そう、ナイス、はい、OK、はい、止まる、はい、そう、OK、はい、じゃあラスト1回ずついきましょう。はい、はい、そう、はい、はい、ラストいきます。はい、はい、もう一回、はい、いきます。はい、はい、そう、 OK、 はい、じゃあ答えしますね。そちらの方こっち入って、はい、いきます。はい、1球目は簡単でいいですよ。はい、はい、詰めていって、はい、1回止まってそこからの、そう、はい、さあそこで止まった時にグッと低く入れるとよく飛びます。ふわふわ腰高になってしまうと踏ん張れないんでね。はい、うん、アプローチなんでちょっとライジングで出てきてくださいね。はい、OK、 そう、はい、はい、追いついたら一回止まるね。はい、はい、そう、はい、OK、 そう、さあちょっとお願いしますね。前に行くこっちのアプローチ側はできるだけ相手の返球をライジングで処理しましょう。でライジングで処理すると打つ地点がもうすでに前気味になるんで、その後の爪がそんなに走らなくて済みます、ね、なのでちょっとお願いしますね。相手の返球をライジングパターン、そうすると早めに止まるから次の動きがしやすくなります、ね、
後ろの方で打ってしまうと走らなきゃいけないんで止まるのも大変になります。なのでライジング気味もしくはノーバンカットで打ったらすぐに止まれる。そうすると次の対処がしやすくなる。できるだけここをちょっと意識して練習していきましょう。はい、いきます。はいはい、ライジング気味でタッターン、はい、で早めに止まって、はい、そう、はい、ロブ処理も一回しっかり止まってみせることが重要ね。メリハリきっちり、はい、ライジングで処理して、はい、止まってみせて、はい、これも追いついたら止まってみせて、はい、はい、いきます。はいはい、ライジング、はい、で早めに止まってみせて、はい、でそうすると方向転換がしやすくなりますね。はい、でコースを選べるように、状況も簡単であればしっかりしたショット回りね。はい、じゃあラスト1回ずつね、そう、はい、止まってみせて、はい、 OK、 はい、ラスト、はいはい、ライジングで処理してタッターン、はい、そう、はい、おー、ノーバンナイスね。はい、ありがとうございました。はい、改めてポイントをお願いします。そうですね、こういう練習は、うん、すごいいいショットじゃなくていいんで、まずこういうパターン練習は、はい、アプローチする方もロブ上げる方も、うん、今比較的ね、皆さん正確に打ってましたけども、はい、あれぐらいのちょっとのんびりした形で、うん、成功率8割9割ぐらいのパターン練習っていう風に考えてもらえればいいと思います、うんうん、はい、でその代わりちゃんと止まること、はい、ライジングでアプローチしてちゃんと止まる、ちゃんと止まってロブ打たれたと同時にちゃんとカバーする、うん、でカバーしてボールに追いついた時も一回ちゃんと止まる、うん、うん、そうですね、でこの、後ろの人がもうバタバタ感が半端ないと、うん、前の人はもう、あ、じゃあもういいから縦割りするから、うん、だからちゃんと止まってロブカバーできるよ、でロブカバーした時もちゃんと止まってちゃんとロブで逃げれるよ、うん、はい、うん、そこの後ろのその頼もしさ、うん、落ち着いて、ね、そう処理してる、だからそれの、基礎練習っていう風な位置づけでやってもらえればいいと思いますね。まあもう決まった形のパターン練習ですけど、まあ、本来だったらさっきあったようにアングル来るかもしれないんで、はい、しっかり止まっておいて、そうですね、っていうことですよね。止まってシミュレーションすればいろんな違うパターンが来たとしても落ち着いて対処できるんで、はい、いや、なんかやっぱり落ち着いて止まって処理されるとロブもね上げづらくなるんですよね、うんうん、からするとバタバタしてほしいんですけど、こっちとしてはこういう練習しておくと本当にメリハリが効いたり、そうですね、ダブルスになりそうですね。だからきっちりとこういった練習を普段からやっぱりやってるからこそカバーもしてあげられるし、うん、落ち着いて対処できるしってことなんで、うん、カバーする人が、あ、もういつも通りカバーしますぐらい落ち着いてるとやっぱりね、相手は本当に嫌なんですよね、結構。そうですよね、うん、やっぱり体が反応しないとやっぱり詰めすぎてしまう、アプローチで詰めすぎてしまったり、ね、ロブのことを忘れてしまったりするし、うん、ロブを追いかけていってもどう返すかっていうのは思いつかなかったりするんで、うん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 、で今のは、アプローチ側がもう一人で一人ずつ回してましたけど、まあ、あれ列作ってもらって、あ、そうすると結構人数、そうですね、まあ1列3人ぐらいで回して、うん、アプローチして止まってロブ処理してカバーして、で交代でどん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 回っていければいいと思いますね、うん、はい、はい、いや、すごく実践的な練習なので、うん、ぜひ皆さん見てください。はい、高橋さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。